皆様、おはようございます。こんにちは。こんばんは。Hello, everyone. こんばんは。おはようございます。じゃあ、はじめまして。私は、エルジャパニーズのイサと申します。今日の MC です。I'm Isa from Air Japanese. Today's MC, よろしくお願いします。今回のイベントは、折り紙クラス。イエーイ。では、今日の先生は、リタン先生です。はい、リタン先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします、皆さん。はい、改めて自己紹介をします。はじめまして、ティタニアと申します。ティタンで呼んでもいいです。マラン出身です。趣味は折り紙です。よろしくお願いいたします。はい。折り紙とは、一枚の紙を折って動物や飾り物をいろいろな形にすることができます。さて、今日はこれです。くるくる回るコマです。はい、今日はコマを作ろうと思っています。はい、難しいと思います。はい、そうですよ。はい、始める前に用意するものがあります。折り紙3枚用意してください。はい、折り紙3枚用意しましたか？違う色使いますか？3枚だけです。色は好きな色大丈夫です。あ、OK。はい、わかりました。はい、3分間ぐらい待ってます。Facebook の皆さんも折り紙を3枚用意してくださいね。はい。準備できましたか？もし折り紙がなければ四角にカットしてもいいです。OK。どうでしょうか。はい、準備はいいですか。OK だったら続きます。はい、OK です。皆さんはどうですか。うん。準備できましたか。はい、イワンさん大丈夫ですか。OK です。では、続きます。はい。そのコマが、3つパートがあります。これは最初のパートです。2番目のパートと3番目のパートです。はい。最初は、これですね。これを作ります。はい。まずは三角に折ります。三角に折ります。そして小さい三角になるように折ります。小さい三角になるように折ります。そして開きます。はい、大丈夫ですか？うん、少々お待ちください。もう一度動画を、はい、三角に折ります。そして小さい三角になるように折ります。はい。そして開きます。大丈夫ですか？ OK ですか？はい。次、いきます。そして、4つの角を中心に折ります。はい。真ん中に折ります。真ん中に折ります。はい。一緒に折りましょう。4つの角を真ん中に合わせております。
はい、そしてもう一度真ん中におります。はい。どうでしょうか。はい、最初はこれですね。真ん中におります。そしてもう一回角を真ん中におります。はい、これですね。もう一度真ん中におります。大丈夫ですか？はいはいはい。OK です。私もおります。はい、このようになります。大丈夫ですか？ああ、少々待ってください。はい、待ってます。私も硬いね。そうね。あ、大きいですから。少々待ってください。はい。はい、ダニエラさん大丈夫ですか？おー、いいですね。ユアンさんは大丈夫ですか？うん。はい、そうです。もう一度おります。2回ですね。大丈夫ですか？最初はこれですね。皆さん、動画見えますか？最初はこれですね。真ん中におります。はい。そして、もう一度、カードに真ん中におります。はい、1回ですよ。どうですか？はい、おー、はい、そうです、エズさん。はい、大丈夫ですか？では3番目のステップいきます。はい、ここでもう一度しっかり折り線をつけて、そして開きます。しっかり折り線をつけて開きます。で、開きます。はい。折り線がたくさん見えますね。はい、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。気をつけて、気をつけて。あ、イワンさん大丈夫ですか？ダニエラさん大丈夫ですか？おー、OK です。はい、では次のステップに行きましょう。これちょっと難しいですね。まずは動画を見てください。はい、この折り線に沿って折っていきます。はい、折り線以外を折ることがないんですから、折り線をしっかり知識して折っていきましょう。はい。あとでもう一度動画を見せます。うん。折り線ですね。折り線に沿って折っていきます。こちらの折り線です。
見えますか？こちらの折り線、そして、はい。大丈夫ですか？もう一度動画を。こちらですね。はい。これ、折り線に折っていきます。折っていきます。すみません。はい。このようです。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい。おー、江田さん、すごい。そして、次は、これですね。こちらの折り線を、はい、に折っていきます。大丈夫ですか？このようになります。ちょっと難しいですね。折り紙は折り線に頼ることが多いです。ですから、はい、あ、はい、もう一度。こちらです。はい、こちらにあの折り線が見えますね。折り線、はい、これを折ります。はい、下にも折ります。大丈夫ですか？はい。このようになります。大丈夫ですか？ダニエラさん、ヨアンさん。おー、はい、そうです。はい、素晴らしい。口みたいね。みたいですね。はい。はい、大丈夫ですね。では、次のステップに行きます。すみません。この部分を広げて四角になるように折ります。広げて四角になるように折ります。広げて、はい。大丈夫ですか？広げて四角になるように折ります。もう一度お願いします。はい、もう一度ですね。これこれ、はい。これがこの部分を広げて、ティップか。はい。そして、四角になるように折ります。四角になるように折ります。はい。わかりました。他の部分も同じように折っていきます。大丈夫ですか？はい、このようになります。どうですか？大丈夫ですか？はい、見せてください。うん、はい、そうです。どうですか？大丈夫ですか？おー、はい、はい。そうです、エサさん。はい、そうです、ダニエラさん。
私の折り紙は2つ色ですから。はい。このステップは大丈夫ですか？はい、大丈夫です。では、次のステップに行きましょう。次のステップは、はい、これ、かなり難しいですよ。この線に合わせて折ります。はい、見えますか、線は。はい、大丈夫ですか？こちらの線に合わせて折ります。こちらです。一緒に折りましょう。他の部分も同じように折りますね。うん、はい、わかりました。パペパペ。妹さんですか？はい。申し訳ございません。じゃあ、こう、話します。大丈夫です。どうですか？大丈夫ですか？オッケー。言えない。え、何ですか？はい、はい、そうです、ヨンさん。はい。大丈夫ですか、デニエラさん。あ、ユオンさん、かやにゃ、逆にです。逆です。はい、もう一度ですね。下の方です。下の方です。あ、正しいですか？うん、はい、そうです、エドさん。あー。妹さん、大丈夫ですか？妹さん、大丈夫ですか？ほら。大丈夫じゃなくてと言います。そうですか。ダニエルさん、大丈夫ですか？見せてください。あ、はい、そうです。素晴らしい。難しいですか？そうです。あ、はい、そうです。ユアンさん。OK ですね。では、次行きましょう。あ、これちょっと難しいですよ。この線で一度折ります。三角の部分ですね。一度折ります。はい。全部難しいでしょうね。そして開きます。開いて、あの、折り線で折ります。はい。折り線に合わせております。どうですか？大丈夫ですか？まずはこの三角の部分ですね。三角の部分を折ります。はい。大丈夫ですか？まずは三角の部分を折ります。
そしてその折り目を開きます。あ、壊ちゃった。ああ、はい、そうです、ヨンさん。すごい。他の部分も同じにしますね。はい、そしてこれ開きます。はい。開きます。大丈夫でしょうかね。開きます。もう一度動画を。はい、三角の部分を中に折りて、中に折って、そして開きます。今透けた折り線で折り、ついている線通りに折ります。大丈夫かな。どうですか。あ、壊れますか。そう。いや。はい、もう一度説明しますね。この三角の部分を折ります。はい、そして開きます。そしてこちらも開きます。はい、そして折り線で折り、ついている折り線の通りに折ります。お、はい、そうです、ヨンさん。すごい。素晴らしい。ほっとした。早い、イモンさん。ダニエラさん、大丈夫ですか？あ、はい、そうです。素晴らしい。はい、他の部分を同じになるようによります。あらあらあら、ちょっと難しい。ミサさんはどうですか？はい。お、いいです。私の妹。そうですか。はい、大丈夫ですか？はい、見せて見せて。うん、はい、そうです。わあ、ティケラップ。はい、大丈夫ですか？はい、大丈夫だと思います。ダニエラさん、どうですか？あ、この部分は開けていません。どうでしょうかね。どうかな。あ、もし、折り間違えましたか？Aduh, lain layang itu apa sih? Tuh, Deska. Wah, sering terjadi ini, guys. Nih, liatin videonya lagi aja. Jangan nonton lagi. Tuh, Desho, kane. Layang-layang, taco. Taco. Taco no yo desu ne. Taco.
これ大丈夫ですか、ダニエラさん。このステップ。うん、はい、そうです。そして、開いて。はい、これですね。折り線に、なんか、大丈夫ですか？開いて、折り線に。これ開いて、こちらも開きます。そして中に折ります。うん、はい、そうです。よかったですね。ワイちゃんはどうですか？その、私も。おはい、Facebook の皆さんもどうでしょうか？難しかったですか？できましたか？わ、私チェックしませんね。はい、大丈夫ですね。では次に行きましょう。Yeah. はい、この部分を上に折ります。上に折ります。大丈夫ですか？上に折ります。はい、他の部分も同じです。上に折ります。おー、はい、そうです、ヨアンさん、すごい。そうです。うん、はい、そうです、ダニエラさん。すごい、すごい。エサさんは？少々お待ちください、妹です。はい、はい。妹さんは大丈夫ですか？あ、はい、大丈夫と思います。OK、素晴らしい。OK。はい。はい。パート1完成です。これ、パート1だけですよ。これでパート1が完成です。はい。これパート1だけです。はい、次は次の紙を用意してください。他の紙を用意してください。はい、次はこれですね。真ん中のパッドを作ります。はい。これもっと簡単ですよ。大丈夫です。皆さんなら折れます。OK。用意しましたか？紙。OK。じゃあ、ユアンさん、大丈夫ですか？ OK。では、いきます。はい、同じですね。最初は三角に折ります。三角に折ります。さらに小さい三角になるように折ります。
小さい三角になるように折ります。そして開きます。あそこを切れ。はい。これ大丈夫ですか？三角に折ります。そしてもう一度小さい三角になるように折ります。そして開きます。大丈夫ですか？ OK ですか？ OK。おお、そうです。ダニエルさん。エダさんは、ユアンさんはどうですか？ OK です。では、次のステップに行きますね。はい、次は前と同じです。4つの角を真ん中に折ります。そしてもう一度その4つの角を真ん中に折ります。2回目ですね。2回。2回折りますね。大丈夫ですか？妹さん大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、みなさん大丈夫ですか？大丈夫ですか？はい、OK だったら次のステップに行きます。OK ですか？あ、まだまだです。待ってます。お待ちください。はい。はい、そうです、そうです。はい、そうです、ダニエルさん。どうですか、エサさん。はい、一緒です。一緒。一緒ですね。次行きます。次は、打ち返します。打ち返しますね。うん、そして、4つの角を真ん中に折ります。はい、まずは打ち返しますね。はい。Turn back. これ打ち返します。はい、もう一度ですね。これを打ち返して、そして角を真ん中に合わせております。はい、大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか、皆さん？はい、そして次のステップに行きましょう。これもう一度打ち返して、そしてこの部分を下角と
上の角に合わせております。大丈夫ですか？まずは打ち返してね。打ち返して、そして下の角と上の角に合わせております。はい、そうです、ユアンさん。はい、そうです、ダニエラさん。うん、はい、そうです、エサさん。はい。はい、そうです、妹さん。はい、大丈夫ですね。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、これで2番目のパートが完成です。はい、大簡単ですね。2番目のパートが完成です。はい。次は3番目のパットに行きましょう。このようなものを作ります。はい。紙を準備してください。用意してください。はい、大丈夫ですか？用意しましたか？はい。はい、OK ですね。では、次に行きます。はい、まずは同じですね。三角に折ります。はい。前と同じです。三角に折ります。さらに、小さい三角になるように折ります。はい、大丈夫ですか？そして開きます。はい、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、そして開きますね、エイさん。はい、OK ですか、エザさん。はい。では、次のステップに行きます。はい、また同じですね。4つの角を真ん中に折ります。4つの角を真ん中に折ります。はい、大丈夫ですか？そして少々待ってください。あ、はい。前と同じですね。2回真ん中に折ります。2回。大丈夫でしょうか？はい。2回ですね。もう一度、角を真ん中に折ります。
はい、大丈夫ですか？はい、そうです、鈴さん。はい、はい。皆さん、大丈夫ですか？何屋さん、大丈夫ですか？イワンさんは？お、はい、そうです。では、次のステップに行きます。はい。これはね、もう一度、4つの角を真ん中に折ります。4つの角をもう一度真ん中に折ります。同じサイトはでい。す。同じサイトです。ああ、はい。ごめん。同じですね。はい、もう一度。はい、大丈夫ですか？ちょっと硬いかもしれません。そうで すです、ね。イオンさん。硬いですか？ そうですね。はい、そうですね、ニアさん。はい、もっと小さいですね。はい、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、では、次行きましょう。次は山折りにします。山折りにします。三角に折ります。三角に折ります。大丈夫ですか？山折りにします。これ、折り目の名前は山折りです。山、クヌン、マウンテン。はい、もう一度画面を。はい、そうです。三角に折りますね。はい。そして、開きます。広げます。広げたら、turn it around, putar, 向きを変え。tapis bikini, ketika. はい。大丈夫ですか？そして、折り目は、これですね。大丈夫ですか？山折りは2回しますね。まずは、これです。そして、広げます。2番目は、これです。大丈夫ですか？そして、広げます。大丈夫ですか、皆さん。はもう一度動画を見ながら降りますね。はい、大丈夫ですか？ OK、では、次のステップに行きます。このように折っていきます。はい、皆さん動画を見てください。はい、押し込みます。
できますか？大丈夫ですか？無理。できますよ。押し込みます。はい、はい、そうです。はい、もう一度動画を見せますね。これですね。はい。右と左を。はい。これ、そして押し込みます。Yeah. Yeah. 大丈夫ですか、ユアンさん。うん、はいはい、そうです。もっと、このようにします。あ、はい、そうです。はい。素晴らしい。無理ではないよね。ダニエラさんは大丈夫ですね。はい。じゃあ、これで3番目のパッドが完成です。はい。素晴らしい皆さん。ここまでできます。はい。そして、これ、あ、これが最後ですね。これから3枚の折り紙を組み立てていきます。はい。まずは1枚目の折り紙のこの部分を中側に折ります。はい、大丈夫ですか？中側に折ります。大丈夫ですか？はい。はい、そうです。ユアンさん。はい、そうです。エザさん。おお、そうです。ダニエラさん。では、次のステップに行きます。2枚目の折り紙、1枚目に入れます。すべての角を入れます。はい。大丈夫ですか？全部の角を中に入れます。大丈夫ですか？はい。お、はい、そうです、エサさん。お、はい、そうです。妹さん。大丈夫ですか、皆さん。大丈夫です。はい、そうです。ダニエラさん、大丈夫ですか？うん、はい、正解。ユアンさんはどうですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？おー、はい、そうです。はい、次いきますね。
次のステップは、はい、最後のステップですね。3枚目の折り紙を入れていきます。入れていきます。大丈夫ですか？はい、もう一回。大丈夫ですか？全部入れますね。こちらですか？うん、はい、そうです。素晴らしい、図鑑。変な人ですよ。え、いえ、そうですよ。おあ、はい。あ、ダニエラさん、あちらの、これこれ。これですね。中に入れます。はい、中に入れます。大丈夫ですか？うん、はい、そうです。おー、いいですね。素晴らしい。これ難しいですよ。おー、わー、はい。そうです。はい、そうですよ、ヨアンさん。もう皆さん、すごいですね。お疲れ様でした。すごい。これ難しいですよ。はい、さて、今皆さん、くるくるしてみてください。終わりますか？くるくる。回ってみてください。私の方はこちらです。見えるかな？はい、皆さんはどうですか？回りますか？はいはい、よかったですね。じゃあ、あとレサさんと妹さんが勝負。はい。じゃあ、これで。はい。何ですか？私の妹の、あ、ですか、これ。コマ？はい。コマは、トンポン見たい。色が。大丈夫ですよ。うわ。はい、皆さん、回してみてください。妹の。はい、これでコマの折り紙が終わりです。完成です。どうでしたか？難しい。すごい、面白いです。はい、では、作った折り紙を見せて、そして一緒に写真を撮りましょう。はい、準備はいいですか？撮りますね。1、2、3。はい、もう一回。1、2、3。はい。ありがとうございます。お疲れ様でした。
今日のセミナーもおしまいです。皆様参加してくれてありがとうございます。はい、見てくれてありがとうございます。はい、また参加してくださいね。よろしくお願いします。はい、バイバイ。よろしくお願いします。はい、忘れないで。